とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しく出た装備を使っていこうと思います。これですね、グレートアックスブレード、これタワーで出たんですけども、後で気づいた、パワーが255なのよ。エンチャントが、3箇所ともついてたので263とばっかり思ってたら、255でした。なんとも残念。エンチャントはね、めちゃくちゃいいのよ。黄金がクリティカル、そしてこっちをシナジーでしょ、で真ん中を痛みサイクルで、こっちがリフレッシュだね。リフレッシュのところについてた虚無を黄金のクリティカルと変えてもいい感じだったろうけども、まあまあこんな感じですね。255と263、結構攻撃力違います。255が81万から144万。で、263が108万から192万。全然違う。全然違うよ。本当に残念な装備だけども、まあとりあえず、このエンチャセットはどんな感じなのか、使ってみましょう。それでは、ボスラッシュですね。いきまーす。うん、強い、強いよね。うん、強いと思う。待て、いい？あー、でもねー、ダメージはね、結構与えれるけど、もうこれがねー、うん、263じゃないっていうところがなんとも残念。残念すぎる。本当に263だったら最高だったよな。よし、終わり。危ない。うわっ、あ、ちょっとこれやばいかも。危ねえ。雑魚をまず倒す。ちょっといい、オッケー。で、まあまあまあ、この性質上ちょっと忙しくなるっていうのは仕方ないところか。よっしゃ。あー、ダイナモはね、そんなに攻撃力アップしないから気にすることはないんだけども、うーん、やっぱシナジーをね、毎回入れて戦った方がいいので、この羽ぴょんっていうのは必要になりますね。シナジー入れないと 1.8 倍ダメージが出ないので、それがちょっと忙しくはある。 OK、 いいね。やっぱクリティカルとあれだ、おお、いないな。あ、いたいた。クリティカルと、よし、痛みがね、一緒に出るとむちゃくちゃ強い。みんなでいい。あはは、早っ。ちょっと待てよ。できるだけ、リフレッシュを、効かせていきたい。オッケーオッケー、いける。終わり。はい、エンダーの、心臓に行きましょうか。ちょっと待てよ。オッケー。いいね。あー、まあいいか、こっちから行きましょうか。よっしゃ。待て、いい。倒した一体ぐらい。いや、倒してないか。ファーストボスリングで倒すといいもんね。オッケー、倒したー。2体いけた。もう一回、光るよ。いや、倒しきれてない。あ、今倒したんかい。遅い。あ、やばい。あぶね、ここは当たんない。よかった。ダイナモも今もうマックス溜まってるね。でもマックス溜まったところで、そんなダメージはないんだよね。あぶね、あー捕まった。捕まっちゃったよ。攻撃すらできない。はい。これ最後ですね。やばい、こいつはね、もう遠くに行くとどうしようもなくなるんだ。よし、 OK、 とりあえず1体倒した。
とにかくダメージ覚悟で張り付いとかないと、これ遠距離に行くとやばいんだよね、こいつばかりは。はいはいはい、強っ、7000万とか出るわ。はい、ということで戻ってきました。強かったね、強かったわ。うん、やっぱりね、痛みサイクルとクリティカルの効果がね、一緒になった時がめちゃくちゃダメージ与える。うん、まあ5倍と3倍だからね、とんでもないダメージは出るよね。で、虚無が結構大事かなと思ったけども、意外とクリティカルもいい。うん、虚無は弓で与えてもいいのかもしんないね。クリティカルアーティファクトシナジー、痛みサイクル、リフレッシュ、これは結構理想的かもしれません。うん、まあまあダイナモがね結構重要なんだけど、もともと入ってるのでこれは使いやすかったな。うん、まあ255っていうのが本当に残念な感じです。263だったらかなり強かったと思う。残念です。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。